ラジオネームネッター、アルコ&ピースの平子さん、坂井さん、こんばんは。先日テニス部の友人がナダル選手はシコラー、錦織選手はバコラーと話していました。男はみんなシコラーじゃないのと聞くと、テニスの業界用語でシコラーは粘って粘ってチャンスを待つタイプ、バコラーは攻撃型のハードヒッターとのことでした。お二人はシコラー、バコラーのどちらのタイプですか？俺今このメール聞いて思い出したんだけど、はい、学生時代に付き合ってた彼女が、はい、セックスのことを、うん、シコパンっていう女で一発で嫌いになった、思い出したわ。だらしねえだろ。なんて言うの？シコパン。シコパン。シコパンひでえっすね。だらしねえ女だったな。だらしねえな。下品。下品。いや、シコパン、でもよく考えたな、でもシコパンだな。で、その行為に入るときに、適当に音楽流す女で、自分の部屋の、うん、なんだか知んねえけど、ビートルズのヘルプとかガンガンにかけて。うわぁ、その曲センスも出るな。親に聞かれないように。すぐ嫌いになった。アルコ&ピースのオールナイトニッポン。こんばんは、アルコ&ピースの坂井健太です。平子祐希です。はい、2014年8月1日、うん、金曜日のオールナイトニッポンは我々アルコ&ピースがお送りしてまいります。はい、よろしくお願いします。お願いします。ねえ、シコラー、バコラーなんていう話ありましたけれどもね、あるんですね、そういう言葉も。業界用語で分かんないことありますもんね、その業界にいないと。これでもガチで使ってるのかな。使ってるんですか？あ、サッカー福田をやってましたから。あ、そうなんだ。どっちだったの、福ちゃんは？シコラーとバコラーで。あ、バコ、バコバコ、バコバコ姫。バコラーだったんだ。へえ。俺シコラーかもな。待って、粘って粘ってチャンスを待つタイプかもしれない。俺もシコラーだな。うん、そう考えるとテニス的に見るとコンビのバランスあんまり良くないってことだな。ああ、どっちかやっぱバコラーじゃないと。そうだよね。あ、みんなどっちかになってるかもしれないね。いいコンビとか。そうだね。聞いたらね。じゃあ俺。この夏をきっかけにバコラーになるわ。いやでもバコラーの素質ありそうだけどな、攻撃型のハードヒッター。ああ、俺でも意外とね、うん、ノーマルよ。いやもうシコラでもバコラでもないですから。ノーマルって言っちゃうんですか。さあ8月甲子園予選。はい。始まりましたけれども。熱い戦いがね、繰り広げられておりますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい。暑い日続いてますけれどもね、どうなんでしょうね。熱中症対策を気をつけて、さあやってまいりましょう。何回さあるんだよ。何回山あるんだよ。入りの山が。ぐん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 。エキサイトバイクみたいになってる。本当夏ですもんね。ねえ、暑い日続いておりますけど。なんかやってます夏らしいことっていうか。あ、俺その長男とね、うん、豊島園のプール行ってきましたよ。もう恒例ですね、恒例行事。うん。え、1回目。そうだね。あ、1回目、2人きりで。3、4回ぐらい行くからね。そう。男同士でね、しょっぱな、カツンと決めてきて。でもやっぱり、まだ、去年は2歳だったから、うん、今年3歳になって、やっぱり成長してるから、この自分で認識して、うん、このプールの選び方とか遊び方とか、やっぱ全然違うのよ、1年経つと。そう、豊島園って、波のプール、子供のプール、流れるプールって3つにこう分かれてるんだけど、やっぱ流れるプールをすごいご所望して、浮き輪に捕まってね、プカプカ、基本的に浮いて遊ぶだけなんだけど、流れるからこう一定方向にこう流れるわけよ、ぐる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 。そしたらね、もう、パパ、逆に行こうよ。出たよ。早くねえか、今いくつ一郎君。今3歳になったばっかりで、なんかね、俺をすげえできねえ男みたいな目で見てきて、この流れに乗ってくるくる回るだけなんみたいな目で逆に行こうよパパ、早えなってきて、うん、あ、でも流れに乗って行こうよって言って、うん、そのね、こう流れるプールからね、遊園地側のジェットコースターがすぐ横を通るのよ、はい、ありますね。でわーってみんなでこうお互い手を振り合うんだけど、そしたらね、一郎はそのジェットコースターわーって手振って、うん、パパ、ジェットコースターは速いねーって言って、うん、速いねー、うん、長いねー、お、長いねー、素晴らしいねー、かわいいな、素晴らしいね、めっちゃかわいいな、
そう、素晴らしいっていう言葉をどこで覚えてきたのか分かんないけど、うん、やっぱりその子どもの感受性っていうか、うん、本当ど真ん中をついてくるじゃん、うん、俺らジェットコースターが速くて長くて素晴らしいってことを忘れてたなと思って、素晴らしいっていうのは確かに思わないかもな、もうそうだよね、忘れてるかもしんない。でもさ、うん、根っこをもう一回さ見てみると、うん、ジェットコースターって速くて長くて素晴らしいよね、うん、もう一回覚えさせてくれたんだね、うん、すごい早いな一部くん、チンゲ入ってるんですか。サクさんだわ。ゾッとしたわ今。いいなプール、これからも行くんでしょうね、またね、大勢5、6回行きますよ。すげえ行くな、何なんですかそれ、そんな楽しいですか。地獄のような楽しさよ、豊島園。芸人さんとも行く、もう行くし、まあ、いますもんね、うん、平子さんね。俺だからもう豊島園楽しすぎて、あのターミネーター2のもう戦争始まるあのサラコナーが横からガッションガッション言って、うん、もう逃げてって言ってる、うん、あの公園みたいな感覚。いや分かんない、などういうこと。もう平和すぎて楽しすぎて、なんか起きるんじゃねえかって思うぐらいの楽しさよ。ハマってますね完全に、うん、なんかポスターとか載ってもいいぐらい言ってますよね。いや本当、これ聞いてる人よ。俺だから大株主を言ったら、落としてる金で考えたら豊島園のまあまあですもん、まあまあな値段ですもんね、うん、ちょっと下手したら俺で本当に 1% ぐらい持ってるとこあるよ。ガンガン落とすからね俺豊島園には。本当行くもんな、うん、いいな、いいですねプールね、楽しい楽しい。さあ今週の放送ですけれども、何やりましょうか。はい、うん、まあ先週なんですが、うん、グレイオーディションをやりまして、はい、まあ聞いていただいた方はご存知の通り、うん、まあ散々な結果だったわけですよ。まあそうですね、もう本当ただただグレーの皆さんに申し訳がないと、はい、この一言に尽きるわけであります、はい、まあ、まあまあ裏の見方すると、うん、まあ神回だったわけですけども、ある意味ね、あ、ある意味、うん、いやいやいやと、いかんやろと、飽きまへんやろと、関西これラジオ神怒っとるやろがと。なんで関西弁なんすか、言いたいわけですよ、うん、ラジオ神ってなんすか。ラジオ神もう聞いたことない、ラジオ、ラジオの神ですよ。ラジオ神お怒り、本当に誰なんだラジオ神。なので、はい、今回はラジオ神の怒りを鎮めるために、うん、気を引き締めた放送をする必要がありますよ。まあまあまあ、うん、そうですね、これマジの意味での神回を目指します。それは毎回目指しましょうよ、うん、今回特にね、そうそうそう、先週がとりあえずね、先週はねなかったことにします。いや、ね、なかったことにはできないですよ、うん、一切なかったこと、放送に載ってますから。はい、アルコ&ピースの平子由紀です。先週はこの番組お休みということで、2週間ぶりの放送となります。違う、さあ8月甲子園予選。いや甲子園予選いいよ、熱い戦いが繰り広げておりますけれども、なんでなかったことになってんだよ。先週はですね、佐藤隆太さんのオールナイトニッポンが放送されたということで、はいはい、いやだいぶ盛り上がったみたいですね。盛り上がったみたいですけど、レギュラー取られちゃうんじゃないかななんてね、こっちも思ってますけれども、ねえ、うん、メールテーマがあなたの好きなお餅の食べ方ということで、うん、なるほど、なんでもね、そのきなこ一強ということで、ちょっときなこ以外も送ってきてくださいよ、あんこもあるやろが、佐藤さんのね、本当にいろいろね、お餅もいっぱいありますけども、うん、ねえ、きなこだったんすね。最後はもうきなこの応用なんかに突入しちゃって、ちょっときなこから離れてくださいよなんてね、うん、佐藤隆太さん困りましたなんてお話もございましたが、はい、盛り上がってるよこのラジオ。いやね、いや本当にこんなことばっかり言ったりやったりしてると、うん、マジでこのラジオ神がいかんじゃねえかと。ラジオ神、うん、だからとにかく今回は分かりやすく、うん、かつ楽しい放送にしたいわけなんですよ。それはそうですよ、もっとベタラジオ、平均点ラジオ、安牌ラジオ、いや神回目指すんですよね。全然神回になんない感じするんですけど、だ何をやるんですか。だからうん、夏祭りします。夏祭りラジオで、うん、このラジオ聞いてるやつだっていうのは、うん、もうせっかくの夏休みなのにこう家から出ないやつらばっかだと思うの、うんうん、だからこのなんか夏祭りとか、うん、ディスの対象でしかないわけ。ディスの対象、うん、うん、だけどさ、うん、もうさ、そういうのやめにしね。自分の殻にこもったらだけど人生なんておかしいって。久しぶりだけども
全然もうアレンジ強すぎんだよな。まあでも遊べる時にね、遊ばないで後悔しても後の祭りですからね。あら、うまいこと言っちゃいますね。ちょっとね、ああ言ってこういうのも入れてきながらね。あれ今日たっぷり寝たの？いや、どっちかというと寝てないテンションです。あ、寝てないからね。寝てないテンションです。なるほどね。まあ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 ね。うん、まあただ、うん、お前らの言うことも分かるよと、うん、こう急に外に出て夏祭りとか、うん、こうテンションとかね、うん、ついていけないところあるし、うん、まあ怖えし、不良いるしね。まあね、祭りって言えばそうだよね。うんうんうん、だったらどうする、うん、どうしたらいい、平子ち考えた。答え出ました。なんだ簡単じゃん、うん、俺たちで作っちゃえばいいじゃん。ということで皆さん、うん、今日は俺たちで俺たちの夏祭りを作ります。作る、はい、はい、うん、出店だったりルールだったり、うん、全部俺たちで考えよう、うん、そしてさ、うん、遊んじゃおうよ。騙されそうなんだけど、この人も。大丈夫かな？ん？何、リスナーのみんな。え？あ、なるほど。そう言うと思ってました。だけど、平子っち。何も言ってない。そのお祭り、どこでやるんだい？すげえな。場所がないだろ？ないですよ。皆さん、うん、問題ございません。誰なんだ、これ。実はですね、ここ、有楽町にある日本放送の近くにある空き地を、うん、私、買いました。宗岡良樹で領収書切りました。プロデューサーのね、宗岡さんね、うん、今ハワイ行ってるらしいですけどね。アロハ野郎ですよ、本当に。手抜けましたよ。どうなんですか、ラブレターズ。さあさあ、その土地なんですが、うん、実はね、このスタジオからも見えてるんですよ。あ、見えてるんですね、うん、ここのブースからね、見える土地を買いまして、はい、見える、はい、大きさがどんぐらいかな、うん、いわき市民文化センターぐらいのね。いや、わかんないんですけど。大きさがありますよ。いわき。相当でかいですよ。どれくらい入る？キャッパーで言うと、2000、3000は行くんじゃないですか？結構でかいですね。結構でかめですよ。うん、だから、このね、僕が買ったこの土地で夏祭りをやりましょうと。うん、そして皆さんからまず募集したいのは、うん、夏祭りのアイディア。はい。どんな出店を出そうかとか、うん、なんかこんなイベントにしていきましょうとか。うん。まあ、出店でもいろいろありますよね。そうですね。ね、なんか、例えばお面のお店があったら、まあ、どんなお面が置いてあるのかなとか、そうか、あと、いろんな何々焼きとか、うん、何々飴とか。そうか、食べるもの以外でもありますもんね。うん、射的みたいなのもね。ああ、もありますからね。どんな出店がいいのか、イベントがいいのか。うん、皆さんが楽しむための、これ夏祭りですから、うん、はい、自由に書いてきてほしいです。はい。お願いします。お願いします。メールアドレスはすべて小文字で、ap@allnightnippon.com、ap@allnightnippon.com、アルコ&ピースの頭文字を取って AP となっております。はい。この1時代にはこの RP 夏祭りをみんなで作って、うん、2時代はそこに行って、みんなで遊んじゃおうよって。なんか、かわされそうな感じすんだよね。そんなことない、そんなことない。なんか、騙されてる感じすんだよ、なんか。大丈夫ですよね。サマーオブジョイ。本当に。みんなで楽しんでね。うん、遊ぼうっていう。はい。なるほど。やっていきたいと思います。はい、それでは、深夜3時までの2時間、最後までお付き合いください。アルコ&ピースのオールナイトニッポン。この番組は、ブルボン。以上、各社の協賛で、東京千代田区有楽町、日本放送をキーステーションに、全国36局ネットでお送りします。アルコ&ピースのオールナイトニッポンではラジオの前のあなたからのメールをお待ちしています。受付メールアドレスは ap@allnightnippon.com、 ap@allnightnippon.com。 ツイッターのハッシュタグはシャープ RPANN、 アルピーはカタカナ、 ANN はアルファベットでお願いします。番組の公式 LINE アカウントもあるので、ぜひ友達になってください。番組は僕らからのメッセージが届きます。詳しくは番組の公式ホームページをご覧ください。アルカンドピースの坂井健太です。平子祐希です、はい、メールが届いております、はい、ラジオネームカニ結び。祭り楽しみたいんだけど、どこの祭りにも必ず浴衣着崩してる女子と、うん、ジンベエ姿の色黒の男っているじゃないですか、はい、大丈夫かな、俺らが行ったら変に浮かないかな。心配のメールが。まあ、なんでも夏祭りって言ったらちょっとやっぱ、うん、怖いやっぱイメージもあるからな、うん、だからこういう奴らのいない、うん、ほんと俺たちだけで作る夏祭りだから、はい、もう排除ですよ、こういう奴らは。もう来ない、最初から。だって俺らだけで作ってんだもん。いや、まあそうですよね。うん、僕らに合うような、夏祭りにするってことですか、うん、そうそうそう。自分たちで作ってその中ではしゃいじゃおうよと。うん、こういう奴らのいねえ場所。ヘブンよ、ほんとに。
こういう奴らにとって。ラブ&ピース。カニ結びにとってヘブン。もうほんとそうよ。よかったじゃん。おいでよ。楽しもうよ。先週、うん、ホンダカップ。はい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 。後でコーナーもちょっとありますけど、うんうん、行ったじゃないですか。うん、まあ、ね、あの日夜、みんなで名古屋着にして、うん、みんなでご飯食べて、ちょっと決起集会じゃないけど、うんうん、前乗りしてね。そう、しようじゃないかってなってたじゃないですか。はいはいはい、まあ、でもせっかく名古屋行くなら、うん、ちょっと観光しようか。うん、で、僕と、うん、はいはい、作家の福田、うん、サブ作家畠山、うんうん、で、3人でじゃあちょっと、お昼ぐらいに行って、うん、いろんなとこ回ろうよってなったんですよ。おー、なんか喋ってたね、その話、ね。そう。で、まあじゃあ、一番下の畠山にいろんな、ちょっとリサーチ、お店のリサーチとかしといてよって。でも、やっぱり、一般の社会はそうでもないですけど、うん、芸人とか、うん、この番組の業界とか、うんうんうん、作家さんとかの、うんうん、この業界って、結構上下関係厳しかったりするじゃないですか。縦社会だよね。で、一番下のやつが、やっぱりそういうリサーチとか、うんうんうん、ここうまいですとかってやるの当たり前だから、うんうんうん、もう畠山にじゃあもう、うん、任せましょうって、うん、まあまあそうなるわね。福田さんも、もうなったんですよ。うん、まあその、言い始めたのがもうその2週間ぐらい前で、うんうん、で、僕のわがままは2つあったんですよ。これは必ず入れ込んでくれっていうのがあって、ひつまぶしの超うまい店で。ああ、いいね、名古屋だしね。蓬莱軒ってあるんですよ。あ、はい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 。テレビでもよくやるんですけど、うん、僕も仕事で一回行ったんですけど、うん、もうめっちゃうまくて、うん、雰囲気も良くて、うん、これはみんなにぜひ食べてもらいたいっていう、うん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 、ここは入れ込んでくれて、で、しかもすっごい混むから、うん、本当に2週間前じゃないと本当予約取れないぐらいだから、もう絶対電話しといてくれって、うん、そこは、うん。それともう一つは、うん、レンタカーで行こうぜ。ああ、まあね。平子さんもまあ僕も週に1回、ないし2回ぐらいは名古屋行くから、ちょっと離れてるとこにあるじゃないですか。観光地とかって。食べたりするところも。だそのレンタカーで絶対行った方がいいし、何しろ、その車の中も楽しいじゃないですか。そうだね。で、俺と福田さんとかは、CD こんなん持ってって、これ聴きながら行こうよと思って。じゃあ分かりました。それもやっときます。で、前日ですよ。全部僕も福田さんももう、うん、任せてますから。2週間くらい前にね。畠山、はい、レンタカー、どうだった、うん、なんとかっていうのが安いって言ってたよ、名古屋の人が。つったら。はい。もう。えレンタカーっすか、あ、ちょっと、まだやってなかったっすって。いや、畠、大丈夫か、明日土曜日だし、うんうんうん。多分来るんじゃないかな。夏休み期間ですね。夏休みだし。うん。あ、ちょっと今、やってみますって、うん、パソコンパーってやって、カタ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 、ターン、ないっすね。エンター強めに押して。エンターがないっす。三沢みたいな感じで。ターン。いやいや、俺マストでって言ったよなって、だって。まあまあ、でもじゃあ、半日だし、うん、まあタクシーでもまあ最悪いいかってなって。じゃあ、蓬莱軒。ほら、いけん、大丈夫かって。はい。ほら、いけん。いや、俺、ひつまぶしの、すごい美味しいとこがあるから、みんなに食べさしたいと思ったから、行こうよって、だったけど、いや、ちょっと、やってなかったっすってなって、予約してなかったですって思って。いや、お前、二つはこれマストでお願いしますって言ったろって、言ってますよ。ちょっとわかんなかったんで、ちょっと別のとこでもいいっすかってなって。おう。いや、これマジかと思って。そう、聞いてる俺でもこんだけ腹立ってるってことは、当事者は相当なもんだよ、これな。でしょ？リスナーもイライラしてんじゃねえの、これ。いや、俺、畠山こんなやつだと、まず、うんうん、思ってなかったから、そうだよね、俺も福田さんもちょっと、困惑してんすよ。ああ。うん。こんなやつ、あ、こんなやつだったんだっていうのがあって。うん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 、で、まあもう、しょうがないから、それもう二つとも叶わなかったから、うん、もうあとじゃあもう、任せますと、もう、こんだけもう任しちゃったら、もう、任せるしかない。俺は何でもできる。プロデュースしてくれと。そうそうそう。頼むわってなって、まあ当日、新幹線乗り込んで、もうちょっと僕も不安だったんですけど、で、僕は別の車両で、福田さんと畠山は、隣同士の席だったんですよ。ずっと不安だったんですけど、まあ、福田さんから LINE 来て、
今一生懸命畑が隣で、うん、パソコンでリサーチしてますと、ちゃんとできるんだと思って、うん、当日ちゃんとやるんだと思って、うん、で名古屋駅着いて、うん、よっしゃ畑どこ行こうかと思って、うん、はいここでタクシー乗ってこう行ってこう行って行けば、うん、すごい美味しいひつまぶし屋さんありますって言うから、おっしゃ行こうよってなって、うんうん、さーって言ってすっげースムーズで、でタクシー乗り込んで、すいません、何々っていうお店お願いしますって言ったら、タクシーの運転手が、そこまずいよって畑畑調べてたんだよなはっきり言うのよ、まずいよって言って、なんとかっていう方が美味しいからさ、そっち行った方がいいんじゃないのとかって言って、いやでも畑山ちゃんと調べてくれたんだよなって言うんだけど、その運転手がさ、プレゼンがめちゃくちゃうまくて、そこはね、うまきがうまくてね、あと肝焼きなんかでね、ビール流したらね、もうたまんないよって言って、俺もう福田さんももう運転手の行っちゃってんだよ、完全に。タクシーの運転手さんってね、美味しいとこ知ってるからね。美味しいとこ知ってるし、ネットにも載らないんだって、そのお店が。ちょっと魅力的じゃないですか。ただ、畑山のこともあると。まあね。どうしましょうって。せっかく調べてくれたっていうね。ずーっと悩みながら車進むわけですよ。いや、運転手が、この交差点、右に行ったら、僕が、お勧める店で、左に行ったら、あなたたちがさっき言ってた場所だけど、どっちにするみたいになって、いや、やばい、どうしよう、福田さんどうしよう、どうしようってなって、畑の方行くか、みたいになってる時に、最後の運転手のプレゼンが、そこね、白米うまいんだ。運転手さん、右キュ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 根っこがうめえって出されたらね畑ごめん土台が違うんだもの、土台が違うのよ。で、ま、そこついてすんごい雰囲気良くて、近くにアスタ神宮もあるんですよ。で、場所的にも最高だからもうここにしようってなって、で、なんかね、やっぱ結構混んでて、15分ぐらい待ちますみたいになって、で、畑がじゃあ僕並んどきますとかって言って、じゃあ僕と福田さんの2軒隣に、なんか、コンビニみたいなのあって、灰皿が置いてあったから、じゃあ、タバコ吸ってるわ、とか言って、タバコ吸って、2本ぐらい吸って、もう15分ぐらい経ったな、って言って、ちょっと見に行ったんですよ、店の中。畑山いないんですよ。え？どこ行ったんだろうってなって、2人で。近く探すの全然いなくて、お店の人に、すいません、畑山で予約したんですけど、あ、もう2階上がってます。え？もう福田さんと目合わしちゃって、え？ってなって、2階上がったらゆっくり麦茶飲んでんのよ。後輩、一番の後輩が、ゆっくり麦茶飲んでんのよ。タクシーの運転手さんに勧められた店で。あいつ何もしてないからね、ここまで。この時点で。まあまあ、そうだね。まあでも、その、ひつまぶし、うまき、肝焼き、最高なんですよ。超うまいから、まあ、許してやるか、みたいになるんですよ。結果ね。そう。まあまあね。で、プラも必然的に、まあ、熱田神宮で、まず行くじゃないですか。で、お参りして、こっからですよ。こっから畑、じゃあどうするってなるじゃないですか。はいはい。まだ残ってない時間が。そう。全然時間あるから、もう暑いし、早く行こうよってなって、さあどうしようかなってなったら、畑が、名古屋に、日本最大級の、プラネタリウムありますっていうの。あれちょっと、魅力的じゃないですか、ね、みたいになったよ。おお、行こう行こう行こうって、俺はもうテンション上がっちゃって、なんかちょっとコントみたいなの始めちゃって、なんかでも高いんじゃないですかとか言って、1200円で入りますとかって、ああ、安いねとかって言ってて。つまんねえけど、そのまま面白いのよ。面白いのよ。でも土曜日だし、混んでんじゃないですか。あ、やべ。違う。席用意してますとか、ちゃんと確認しないと、畑って言って。ちょっと今確認してきま、見ますっつって。携帯でわーって調べたら空席状況みたいになって、見たら満席なんですよ。まあそうだわなぁ。で、結局入れなくて。いや、もうマジでどうしようかって。もう暑いし。もう一回ホテル戻って、もう本丸、名古屋城行こう。ああ、はい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 。もうこれ行ったら間違いない。名古屋行った気になるし、で、名古屋城行こうってなって、まあ、お風呂浴びて、タクシー乗って向かって、券売機みたいなとこなんですよ。行っ
ったら、なんか、警備員みたいな人がわーって出てきて、絶対入れません！なんで？それはなんで？それは、もうその時16時半ぐらいで、その名古屋城って、市とか県とかが運営してるんですよ。だからその時間以降はもう絶対入れないんですよ。それ、だって、一応入場時間とかも下調べ。そうなんですよ。それすらもしてなくて、もうこれもうお手上げですよ、僕ら。もうどうすることもできない。ノーイベント。ってなったら僕とサッカー福田が行くとこっつったら、もうゲーセンですよ。名古屋行って、ストツをやっちゃった。名古屋行って、ひつまぶし食って、熱田神宮行って、ストツやってんすよ。名古屋うち。全然別に、ストツなんて新宿でもできるしさ。ほんとそうだな。そう。まあ、それで、やって、30分ぐらいかな、やって、そんで合流したんですよ。ああ、ね。飲み会に。みんなでね、スタッフ含めて、みんなで鍋食ってね。そうそう。ゴゴスマのね、CBC のスタッフさんも来てくれて。ディレクター AD って来てくれて、みんなでね。みんなで飲んで、カラオケ行って楽しかったっす。カラオケ楽しかったね。楽しかったっすわ。俺、あれ忘れらんないんだ。俺、カラオケで後半さ、作家の福ちゃんが洋楽歌えるみたいなことを言ってるから、いつも。楽しかった。俺、ガンガン洋楽入れてさ、スタンドバイミーとか、エアロスミスとか、ガンガン入れて、本当に歌上手だったじゃん、洋楽。すげえなと思って。発音もいいしね、すげえ。で、俺、ゴーストバスターズのテーマを入れて、テレレレレレ、ゴーストバスターズあるじゃん。あれを入れて、それうまかったじゃん。だから覚えてる？あの時のカラオケのさ、ゴーストバスターズの時のカラオケの画面がさ、なんか、すんげえおっかねえ雰囲気の樹海に、ゆっくりと女の子がゆらーって真っ白な顔して見てる。そういうゴーストじゃないから。和の方行っちゃって。カテゴリーが多分それしかなかったからね。めっちゃ笑った。カラオケの映像めっちゃ笑ったわ。あれ笑ったね。面白かったわ。わけわかんないもんね。ニュアンスが惜しいんだよね。エアロスミスの、何でしたっけ？なんだっけ？なんだっけ？映画。映画、あれのね。アルマゲドン。アルマゲドンの。多分、素材が多分宇宙とかの星とかのやつだから、なんか月が行ったり来たりするような、すげえチープな映像で。まだいいんだよ。それはまだいいんだけど、なんか戦車に乗った兵士見てるのが一瞬映って、え？今戦車映ったかなって。望遠鏡で空見てる素材ね。何あれ？ニュアンスわかんだけど、ちょっと違うんだよね。ちょっと違うんだよ。ずれてんだよ、あれ。ねえんだよ、あの映画にそういう映像。あ、でもさ、そのカラオケ行ってさ、もう夜だから解散ってお開きになったじゃん。で、俺部屋戻ったらさ、寝ようと思ったら、福田からメールが来て、なんか、部屋で27時間テレビ見ながら大富豪しませんってメールが来てたのよ。でも俺その時、来た時も寝ちゃってたんだけど、行った？僕、だから結局僕と、福田、畠山3人で、大富豪。ずっこけトリオで。ずっこけトリオでやったんですけど、まあ普通にやるじゃないですか。で、畠山が、なんか2とか、なんかジョーカーとか、最初のうちに切るから、福田さん、あれこれちょっと待てよ。ちょっと接待みたいな感じです。最後になんか勝たせようとして取り戻そうとしてんなみたいになって。接待大富豪。で、俺らももうカードが2枚とか、3枚とかになって、わ、勝たしてくれてんだと思ったら、ドーンってちっちゃい声で言って、革命起こすから。俺ちっちゃい子でドーンっていうの腹立つんだよ。ドーン。セボリューション。東京有楽町日本放送キーステーションに全国ネットで放送中。アルコ&ピースのオールナイトニッポン。アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。今日はアルピー夏祭りのアイデアを募集しています。はい。俺たちが楽しめる夏祭りを自分で作って遊んじゃいましょうということで、はい、メールが来てますね。ラジオネーム、オチワイのダッチワイフ。マジかよ！ヤンキーがいない夏祭りとか最高じゃん！すげえな。道の真ん中歩いていいんだ。食べたいもの食べていいんだ。やったー！今までどんな夏祭りだったのよ、こいつ。辛かったな。だけど、今日はそんなもう、我慢する必要もない。そういうやつが楽しめる。縮こまる必要もない。道の真ん中歩いて食いたもん食って、大いに楽しんでくれよ。俺たちが作る俺たちの夏祭りだぜ。さあ、ど
どんな夏祭りを作っていきましょうか。ラジオネーム、ビスコジャンキー。射的がやりたいです。反り立つ壁を登ろうとしている山田勝美を撃ち落とすやつやりましょうよ。そう、おもちゃとかじゃん。なんだその射的。だからもうちょっとってところなんだよ。撃つ必要ねえだろ。かわいそすぎるよ。背中押してやってくれよ。鬼門なんだから、反り立つ壁は。景品じゃねえだろ、これ。落としたら山田勝美人形みたいなのもらえるから、ね。続きまして、北海道ラジオネームバスケットカウント。新聞に載るエロい大根みたいな形したエロい飴細工屋を開きましょう。自分で作っていいって言ってんのに、もっとエロくてもいいんだよ。なんで大根みたいな形の。そうだよね。おお、これ俺舐めちゃうんだよって言って。まんまでいいのに、自分で作ってるんだからね。自由なのに。なんで野菜に。飴細工にまで落とし込めないとできない。いいんだって、もっと解放して。自由な、ま、ちょっとセーブしてる感じするな。自由な祭りなんだって。縮こまってんだ。ラジオネーム、トゥルーマンショー。薄くでいいです。会場に薄くラウドネスかけてください。いや、まあ、ガンガンでもいいよ。なんで薄くなの気持ち悪いだろ、逆に。そうだよな。遠くから聞こえてきてんのかな。はい、続きまして、ラジオネーム、ラッコフィスティバル。お化け屋敷、グレイがあります。中から地獄の叫びが聞こえてきます。いや、その、ラッコさ、グレイがありますじゃなくて、提案してくんねえかな、まずは。あの、そうだね。こういうのどうでしょうみたいな、うん、お化け屋敷グレイがありますじゃねえんだよ。とかどうでしょうみたいなさ。ちょっと、ね。その要素がないね。うん。うん、まずシムシティみたいなことだから。あ、うん、そういうこと、うん、あ、わかりやすくね。シムシティのお祭りバージョンに。なるほど、なるほど。ここにこういうお店があってとか。はめ込んでいきましょう。うん。聞こえてきますじゃねえんだわ。ラッコよ。続きまして、ラジオネーム子供スター。僕は宇宙のスーパーパワーを集めるお祭りがやりたいです。やべえだろ、それ。パラボラアンテナをみんなで家から持ち寄り、これを広場の中央に設置。造船で平子さんに接続し、平子さんに宇宙のスーパーパワーを集めましょう。なんだうおー、燃えてきた。独特すぎんだろう。なんだそれ。スーパーパワーって何小学生が考えそうな。スーパーパワーだ。ダークマターとか集まってきちゃうから。ちょっと自由がこう、もう、お祭りっていうかこれ、そうだね、うんうん。別のものだもんね。そう、ね、別物になっちゃうから、うん、夏祭りね。うん、わーっとみんなでこう、楽しくね。ラジオネーム関口優斗。服装はガンツみたいな全身タイツがいいと思います。あれだと蚊にも刺されないでしょうし。いや、それだけ？そのためにあのスーツ着があっちいのに。なんかいろんな装置ついてるやつ。蚊取り線香炊くよ。普通に。なんだろう。使えるやつな、あります？なんかまあ。いや、もう、はっちゃけでいいんだけどね。ラジオネーム、のどぐろのどくろ。オリックスが優勝した定位のビールかけがしたいです。オリックスはまあ、相当遠いからな、優勝したの。オリックス優勝祭りになっちゃうからさ。そうだね、また、うん。それも別だもんな。オリックスグループの、うん。イベントになっちゃうから。うん、そうだね。それだと。社屋とかでやる話になっちゃうから、俺らの、ね。祭りをね。ちょっとらしいのとかあるというね。うん。夏っぽいのね。うん。石川県ラジオネーム御三家。僕は型抜きの屋台を担当します。お、いいね。高級車の型抜きに成功したら300円あげます。うん。本田圭介の型抜きは鬼難しいですが、成功したら8万円です。いいね。めっちゃいいじゃん。あ、いいね。型抜き。うん、型抜き楽しいよね。これみんな世代的に知ってんのかな？なんかね、こういう形があって、それを針でちょん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 つついたりしながら、綺麗に形を抜くとね、ちょっとでも割れたりしちゃダメなんだよね。すんげえ難しいやつとかあるんだよね。うん。あっ
ったわ。本田圭佑の肩抜き、どんな格好してるシュートする瞬間のとこだったら相当難しいぞ。そうだね。軸足ほっせえからな。うわ、絶対割れるわ。うん。あれ削っていくタイプでした？俺削りタイプだね。俺も削るタイプだった。一発でこう、穴で行くタイプもいましたね。うんうん。場所場所でね。穴をね、そう。ポン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 押し当てながら。針で削ってたわ。あ、肩抜きいいね。これいい。うん。うん、楽しそう。で、こういうこの肩はいくらとかね。うんうん、うん。あ、いいじゃないですか。お祭りっぽくて。お、ちょっといいね。ようやくっぽくなってきたな。うん、北海道ラジオネーム、バスケットカウント。熱すると、めっちゃ飛ぶことでおなじみのごまがタレにたっぷり入ったつぼ漬けカルビをバックナンバーに焼かせる店、うん、なんでバックナンバーに焼かせんだよ。3人だから3人でじゃーって、うんうん、手際よくお前やれよ。なんでバックナンバーにやらせんだよ。バックナンバーはあいつら普通の夏祭り行けるやつらだから、うん、お前らと違うぞ。もうバスケットカウントの店にしろや。これそうだよ、つぼ漬けカルビ。あ、でもつぼ漬けカルビはいいけどね。で、店にあるか。つぼ漬けカルビあんま聞いたことないね。ちょっといい焼肉屋だろこれ。売れそうだよそれに。ああ、まあでもまあこれもね、まあ、出店っぽいですけどもね。いいね。ああ、まあでも徐々に徐々に良くなってきたんじゃないですか。はい、うん。引き続きあなたからのメールをお待ちしております。メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。行くぞー、よーし、いやー、よし、俺も行くぞ、行くぞ、勇気がなくて行けない。アルコ&ピースのオールナイトニッポン。それではこちらのコーナーに参りましょう。ドク、デロリアンの準備はいいかい？ OK、 それじゃあタイムトラベルだ。アルコ&ピースの1週間。はい、こちらのコーナーはタイムマシンで未来を見てきたリスナーから、我々アルコ&ピースが放送日翌日からの1週間どんな感じになっているかを曜日別に送ってもらっております。はい、はい、では参りましょう。京都市ラジオネーム大黒柱オレオ。土曜日、堺。おばさんがチャリンコに乗るときに足をかけて片足で地面をトントンと蹴る動作を足こきと名付ける。いや別のもんになっちゃう、足こき。ババアの足こき。足こき別のもんだからな。続きまして、愛媛県ラジオネーム2012。土曜日、ヘラクレスオオカブト。大きく発達した上側の角で地面に絵を描こうとするが、それはそれで下の角が邪魔である。すげえ強そうなやつね。ああ、下にポツンっていうのね、あるからね。コンパスみたいになっちゃうよね。何描こうとしたんだ。かわいいな、考えるとね。うん、矢印描こうとしたのかな。こっちだよ。ね。続きまして、愛知県ラジオネーム、ブラックメガネ。日曜、堺。ばったりと道でラルフ鈴木と鉢合わせした堺。堺は、と口笛を吹き、流し目でその場を後にする。かましてんな。昔のアメリカみたいなんだよ。ふぅ。ぶっとされてな。遺恨残してくるな、昔な。続きまして、京都市ラジオネーム、ラジオ用ボンド。日曜日、堺。新しい iPod が欲しくなったので、家電量販店に行く。店員に 32GB のというところを 32GB と噛んでしまい、急に周りの家電が自分のことを見ている気がして急いで帰るのであった。なんだギボアイコって単位ねえよ。そんな、なんで家電が見てる風な感じ。言い間違えただけだろ。続きまして、三重県ラジオネーム、モポコロニョータ。月曜日、堺。NHK のスタジオパークからこんにちはに出演が決まり、大きな丸太一本を肩に担いで NHK に向かう。何なんだよそれ。
何のつもりなんだよ。何をしようとしてんだよ。彼岸島みたいになるだろ。NHK 何なんだよ。続きまして、京都市ラジオネーム大黒柱オレオ。月曜日、ターミネーター2の液体金属警察官役の俳優ロバート・パトリック、街を歩いていると、あ、チャーリーズエンジェルフルスロットルに出てたロバート・パトリックさんですよねと言われ、いや、せやけどもっていう。そっちかい。代表作、代表作。そっち出てんだ、逆に、ね、知らなかった。続きまして、ラジオネーム大山ん。月曜日、剣道部員、お好み焼きを焼くときコテと調子に乗る。許してやってよ、これぐらいね。そうだね、そこは許してやってほしいな。それぐらいだろ、剣道部員が調子に乗れんの。あとラーメン屋とかだろ。続きまして、大阪府、大木慎太郎。月曜日、平子、腹筋をしながらモノマネを、モノマネ番組を見ていたところ、コロッケさんの谷村新司のモノマネが目に入り、笑いをこらえきれずに腹筋ができなくなる。本当面白いもんな。わかるね、うん、この感覚。うん、安心してみるかな、コロッケさん。あの、ご飯食べてても、口に一回物入れるのやめようって一回止めんだよね。なるね。うん。やべえからっつって。あ、本当に入れなくてよかったってなって。バーって振り向いた瞬間ね、危ねえ危ねえ。あるわ。続きまして、愛媛県ラジオネーム2012。月曜日、背もたれ大魔神。新幹線の車内、隣に座った少女が、新大阪行きの切符を握りしめたまま眠っている。夏休みに一人旅か。微笑む大魔神だったが、車内のアナウンスが新大阪に着いたことを知らせても、少女は起きる様子がない。ふっと軽く笑った大魔神は、少女の背もたれをポンと起こし、ひと夏の思い出をそっと後押しするのであった。そんで、いや、いい話なんだけど、大魔神って言っちゃうとなんか、そう、大魔神ってまで強いんだよな。そう、うん、言うほどのことはしてん、うん、隣の紳士でもうこと足りちゃうから。なんで大魔神にしたんだろう。続きまして、ラジオネーム猫の癖。火曜日、キラコ、楽屋で一斉のせという指ゲームをしている酒井が、ペッペッペのけと叫んでいるのを見て、酒井の出身地を改めて聞く。お前どこだっけ。一斉のせはね、一斉のせ、うん、そうだよね、うん、そう、うん、僕もそ う, そうだよね、あ、これはそうだよね、ペッペッペのけ。あれ、ペッペッペ、日本語。どこお前。続きまして、千葉県ラジオネームヤマヒ。火曜日、柔らかめの歯ブラシ。可愛い女子高生が自分のことを手に取り、カゴに入れたので固めになる。フィンってなっちゃったんだね。かわいいな。あれ硬いな。柔らかいの硬いのな。まあ。賢者モードになって使った後だけまたふにゃってやる。続きまして、ラジオネーム、カラスくん。水曜日、酒井。後輩とゲームセンターに行き、エアホッケーをするが、その後輩が、いちいちパックを押さえつけてから打ってくるので、ダイレクトで返せやと叱る。うわありそ う, うわ俺言うの言うわ、これ。うん、あの、一回、ガンって押さえつけて ね、止めてから振りかぶってガーンって打ってくるやつね。めぐみさん方式ね。そう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 。うわー、これありそうだな、ほんと。ねえ。あの、カン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 やるのが醍醐味でしょ、ね、止めるやついるもんな、絶対。で、あの、思いっきり打って、あの、外に飛ばすやつとか。うん、入れ入れ、グダンだよな、マジで、あれ。あれやめてほしいよな。周りの人もビクってするし。続きまして、ラジオネーム、イエローサブマリン。木曜日、平子。
あるサイトで会員登録をしようとして ID を平子イケメンパーティーナイトにするが、その ID はすでに使用されていますと表示され、単純に誰がそんな ID つけたんだろうと気になる。なるな。平子ってあんまいないですからね。あれかな、浅井企画のエネルギーの平子さんかな。平子さん ね、続きまして福岡県ラジオネームトゥルーマンショー。木曜日、カリナ。ゴリゴリのダンスミュージックにノリノリで頭をぶん回して調子に乗っているところを古田新たに見つかり往復ビッタされる。わかるな、思想。なんか別にいいじゃんっていう気持ちと、うん、もうよくやってくれましたっていうね、うん、別にいいんだけど。何て名前。続きまして、大阪府の大木慎太郎。金曜日、谷村新司。一人で入った初めての喫茶店にてアイスコーヒーを飲みながら、ああ今日もハゲとるわとつぶやく。言わねえって、絶対絶対言わねえわ。心新たに再確認することじゃないから、一日一日。はい、ということでこのコーナーではタイムマシンで未来を見てきたあなたから、アルコ&ピースが放送日翌日からの1週間どんな感じになってるかを募集しております。メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。懸命に1週間と書いていただけると助かります。アルコ&ピースのオールナイトニッポン。アルコ&ピースのオールナイトニッポン。アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です、はい。メールが来てますよ。ラジオネーム、あさぎ色の深い月。ねえ平子っち、最高だよ、これだよ、これこれ、うん、先週のグレイがなんだかっていう企画じゃなくてさ、こういうの待ってたんだよ。いや先週は僕らお休みでしたからね。お休みでした。うん、先週は野田秀樹さんのオールナイトニッポンをお届けしてるはずですよ。すげえな、聞くわ。野田マップを作ろう。もう一枚来てますね。ラジオネーム、大山。イケてる人たちの前ではおとなしいんですけど、イケてない奴らには高圧的などっちつかずの俺は祭り行っていいんすか？うわ、どうしますこれ。いや、これはいいよ。うん、あのね、うん、もし来てね、あ、おとなしい奴しかいねえじゃねえかって、うん、大山が高圧的な態度取っても、うん、うちのリスナーは、にっこり笑って、ようこそって言ってくれる。優しいからね。うん。そしたら、ボロボロ泣くと思うんだ。ありがとう。泣き崩れると思うんだ。膝から崩れ落ちて。イケてる奴以外だな。じゃあ、はい、今日は夏祭りを作っておりますけれども。はい、あんの方来てますね。うん、ラジオネーム、パクパク食べるお父さん。ストラックアウトがやりたいので、椅子にカセリオを縛り付けて、ボールを当て続けるのやりたい。アウトレイジ2ね。アウトレイジでありましたね。4度の方の。ガチャーン。ガチャーン。すげえ引きの絵ね。おっかねえやつな。ストラック、バカ怖いやつ。ストラックアウトはいいけどさ。なんで当て続けるやつ。うっそうだな。ラジオネーム、ベンチウォーマン中山。昔マッスルミュージカルで太鼓のリズムに合わせて上半身裸の男たちが胸とか太ももとか叩いて、なんか体を打楽器みたいにしてタイミングよくはっとか、うん、やーとか叫ぶ感じのあったじゃん、うん、あれすげえ祭りっぽいからあれやりまーす。かりいな。あ、でもね、そういう踊り系のあっても勇壮な感じでね、いいじゃないですか。いいよ。ちょっといいですね、うん。見るやつあってもいいかもしれないですね。うん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 、中に。そういうイベントごとがね、うん、あっても。神奈川県ラジオネーム、ルービックキューブン。平子さん、プロジェクションマッピングしたいです。ああ。あれね。ああ。どうする？いいんじゃない？魅力系ね。だから、あの、日本放送のすぐ近くの空き地だから、日本放送の社屋に移すか。ああ。プロジェクションマッピング。何映します？でも、社屋。いや、もう、プロジェクションマッピングだから、まあ、まずはそのなんか、うん、日本放送が、レンガ建てみたいにできてますみたいな感じで、うん、それがバーって崩れたりして、うん、あとは、中世のお城みたいな映像とかになって。
あ、いいね。おう。あ、それいいわ。で、窓がバーって出てきて、うん、そっから、オールナイトニッポンのパーソナリティが一気にバッて顔出す。あ、いい。いや、ちょっといいじゃん。マジでいいじゃん。いいな。見えてきたな。あ、見えてきたわ。俺、盛り上がるな。楽しいな。楽しい。楽しくなってきた。ラジオネーム、CVSV。平子さん、ポンプ場は発電所の横あたりでいいですか？なんて？ん？ポンプ場は発電所。シムシティのあれか？ポンプ場？そうですね、発電所も出てきます。そういう。はい、シムシティ。そう、厳密に、そういう俺シムシティっぽくって言っただけで、はい、別にそのシムシティではねえから。はい、懸命シムシティで来てます。だから、さっきだから、ぽい感じで作り上げていくっていうので、例題としてシムシティって名前挙げただけで、はい、シムシティのルールに則ってやる必要はねえから、ポンプ場は、発電所の横、うん、いらない。シムシティでは募集してないですね。シムシティでは、シムシティとして、うん、まあそういうぽく作っていきましょうっていうことで。そうですよね。シムシティをやりましょうとは一言も言ってないから。乗っ取んなくていいんだ。ごめんね。でもありがとう。これからもよろしく。うん。うん。結構来ましたけどね。ねえ。まあでも、こんだけ来たらね、うん、そろそろ完成するんじゃないでしょうか。はい、さあ、うん、じゃあ皆さんからね、たくさんもらいましたが、うん、このアルピー夏祭りですが、うん、まずイベントとして、うん、マッスルミュージカルございます。ね。タイミングよく、はとか、やーとか、裸の人が言います、うん。そして、この日本放送社屋に、プロジェクションマッピングが。うん、それいいもんな、これでね、綺麗に映像で彩られて。ね、ほんとそうですよ。で、まあ、出店ですが、ストラックアウトで、椅子にカセリオが縛り付けられている状態で。それも採用なんですね。それ採用なんだ。まあ、型抜き屋もありますからね。型抜き、ね。はい。高級車の型抜きは300円、本田圭佑の型抜きは難しいけど8万円と。いやー、混むな、それ。あと、エロい形した飴細工。射的もあります。あ、まあでも、ぽくなってきたな。ね、反り立つ壁を登ろうとしてる山田勝美を撃ち落とします。あと、まあみんなね、ガンツみたいな全身タイツで、蚊よけにしていただいて、つぼ漬けカルビをバックナンバーの3人が焼いていて、パラボナアンテナで、スーパーパワーを宇宙からそれ採用してんすかそれ。これはしてない、これはしない。これはしない。お店はでもいっぱいできてますよ。いい、ね、このように楽しくなってきた、はい、という感じになりました、うん、さあということで2時台は、うん、このアルピー夏祭りでみんなで遊んじゃいましょうということですよ、うんうん、いいですね、みんなおいでよ。俺たちみんなで作った夏祭り、うん、楽しいに決まってんじゃん、ね、怖がらずにね、ねえ。さあということでして、うん、ここからは、このアルピー夏祭りの感想や、状況の報告を送っていただきたいと思います、うん、はい。俺たちこのスタジオから出ることはできないんで、夏祭り、こんな風になってますよ、こんな風にみんな遊んでますよ、という、うん、その様子をね、皆さんから教えていただきたいと思います。はい、引き続きあなたからのメールをお待ちしております。メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。騒げるときに、がっつり騒ぐやつがかっこいいと思うけどね。誰今の本当に。え、KJ。あ、KJ の言葉、はい、なんかのライブかなんかで言ったの。レゲエのなんかイベント出た時に、がっつりさ、がっつり、しいたまくだねで、ファンタジスタ歌ったんですよ。こそかっけえや、マジで。マジで。やべえよ、マジで。ああ、昭和53年生まれの誇りだ、マジで。あ、そうか。俺、ためだから。やば。K 君と。K君変わってくんだろう。さあ、ということで、こちらの企画に参りましょう。酒井ちゃん行け、ホンダカップのコーナー、巻き起こすジャイアントキリング。平子説明。はいはい、行きましょう。全国から約1万人が参加する日本最大のアマフットサル大会のホンダカップさんから、大会を盛り上げてほしいというオファーをいただきました、うん。5月に企画を立ち上げて、名古屋で開催のホンダカップのエキシビジョンマッチに出るのあたり、うん、こちらの番組ではチームを作ったり、作戦を練ったり、いろいろやってきたわけでございます、うん。そしてついに、先週、
こちらエキシビジョンマッチに出場本番を迎えたわけでありますけれども、来ましたね。これ対戦相手が、レディースの優勝チームということで、はい、もうあの会場がね、フットサル専用のコートでね、あんまりないと思いますよ多分ね、すごかったね。ちゃんと観覧席もあって、はい、ないですね。立派な会場でねやらせていただきましたけども、でこれリスナーもね、会場の方皆さん来てくださいって、はい、呼びかけましたが、あの思ったよりまあまあ来てもらって、はい、ね、お話なんかもできてね、はい、びっくりしたのが、リスナーも集まってくれたんだけど、選手の人で、ラジオ聞いてますって、言ってくれてる人がいて、はい、嬉しいよね、うん、なんか選手だからイケイケの感じなんだけど、やっぱりねおずおずとした感じでね、あのラジオ聞いてるんですよ、はい、嬉しかったですね、すごかったですね本当ね、雰囲気もすごい良かったですよ、はい、まあ平子さん足怪我してね、まあ、選手を引退で、監督になりましたけど、もうがっつり、ジャイキリの辰巳のコスプレ、ね、あの ZOZO ですげえ探してZOZO タウンで辰巳っぽいジャケット探して買って、あのすげえ熱いのにシャツの上に黒いネクタイしてた、あの葬式用のネクタイ締めて上に緑のジャケット羽織って、いや完璧辰巳でしたもんね。そうだけど、周りそんないじってくれなくて、まあ、対戦相手レディースの優勝チームの監督だけが裏でボソッと、それ辰巳っすよねさすがね、やってる人やってる、ね、言ってくれて素晴らしいですね、おいそうっすこれわざわざ買ってそしたらちょっと引いてて、グイグイ来るなって、そんな深める話じゃないみたいなさあ、ということでここでね、あの実際に試合の様子をちょっと皆さんにお聞きいただきたいと思います、お願いします。ホンダカップウッドサルフェスト2014エキシビジョンマッチ、有楽町ユナイテッド AB 杯丸岡からクレディス、前半キックオフです。さあまずはボールを回します、丸岡からクレディス、右サイドからうまいゴール、先制点は丸岡からクレディス、2番の横山由芽佳が確実にインサイドで入れていきました。いや開始何秒でしょうか今のは、取ったら取り返せ、しぶつけとしぶつけ吹けやろ。しかし丸岡らクレディスの陣内にもダイブが入るようになりましたけども、ここでどうだ、ちょっと迷ったか、その瞬間にうまい2点目丸岡らクレディス、村瀬ではなく本田ですね、本田が出てきました、4番本田が出てきました。さあ酒井がいいぞいいぞ、これゴール、酒井からのファーサイドへのボールをうまく飛び込んでいきました、アイデンティティ8番田島直也、見事1点を返す。本田が取りに行く、ここでフラになります、前半終了1対2です。前半あっという間の7分間でした、後半が始まります。平子監督に少し動きがありますよ、有楽町ユナイテッド AP、 パンツを脱ぎ上下に履いてましたね、サックス、そしておっとシャツの下にも赤いユニフォームが見えてますよ。さあ4番の本田、4番の本田と変わるのは誰だ、そして監督の平子が入る10番、プレイヤーになりました平子、アルカンドピースの平子10番を捨てています。10番の平子がキックインを見せます、いいぞ、あしかし軸足がコートに入ったという、これまたルール的にという話でございます、知らねえよというような頭を抱えていますが、監督、酒井が持つ、うまい、酒井のナイステップからコースを狙っていました、酒井のシュート惜しい、しかしドフリードフリーでここで3点目が入ります。3点目が入ったところで長い笛が鳴りました、まさかの完敗ということになります。はい、ということでお聞きいただきましたが、まあ、結果から言いますと、3対1で、本当に惜敗、いや本当惜しかったっすよ、ギリギリですよ。で言ったら全国でナンバーワンになったレディース優勝チームですからね。みんなめちゃくちゃ動くし、マジうまいしね。女子高生なんですよね、皆さん。JK。
そうそうそう。で、俺聞いたの。うん、3歳、4歳からやってますわ。いや、あのね、ボールの持ち方は完璧そうですよ。うん。もうちっちゃい頃からやってる感じのボールの持ち方だ。ね、マジで強かったけど。うまいわ、今の子、ほんとうまい。あの、一応、ま、演出っていうかね、うん、俺が、ま、足を怪我してて、監督となって、まあ、後半に差し掛かってから、今ね、実況で説明もしてもらってたんですけど、うん、はいはいはい、俺がゆっくりとユニフォーム姿になって、試合に出ていく、うん、イメージでは、やっぱりこう、少しずつユニフォーム姿になったら、うん、え？監督出んのかい？もう10番背負ってるよ、みたいな、こう、うん、試合会場のざわつきみたいな、やっぱりイメージしてたの。うん、そしたら別にその俺がさ、足怪我してて監督やるざるを得なくなったとかっていう流れは、他の選手とか、それ見に来てるご家族の方とか、お友達の方とか知らねえから、ただ中年がゆっくりと服を脱いだだけの話になってて。やべえじゃん、それ。うん。だから俺、ちょっと下は早めに脱いだもんね。おじさんがゆっくり服を脱いだだけの話で、はい、あれでも怪我は大丈夫だったんですか？押してね、ん、押して怪我を、うん、痛み止めみたいな、痛、うん、そう、注射を事前に打ってもらって、はい、ニコラス・ペタスを昔見てたっていういい医者がいて、それ、そうなんですか、いい医者になるんですか、あの K-1 選手ですよね、うん、そう、はい、その人に頼んだ。なんかちょっとね、太田プロのあの若手の村瀬。あ、メンバーで出てもらいましたね。あの、本田圭介の、うん、メール来てます。はい、愛媛県ラジオネームレインメーカー。うん、おい、村瀬。お前、終わって早々に感想込みで結果をツイートしてたな。ネタバレかましてんじゃねえよ、タコが。しばらくして、結果はつぶやいちゃダメだったから、一旦消す。皆さんも削除。うるせえ。お前、二部の時もネタバレかましてたな。学習しろ、バカ。あ、そうなんだ。知らなかった、これ。そうなんですね。書いてたんだ。あ、一応ね、まあ、試合の結果は、まあ、一応ここで発表っていうことはね、したかったですからね。まあね、うん、サングラスかけて出てたからな。あいつ、時計二つつけて。つけてたな。ちょっと会場もやっとしたよ、この時。あ、実際に来てくれたリスナーの方から、愛知県ラジオネーム、スペシャルウィーク。お、スペシャルウィーク。ホンダカップ、観戦させていただきました。正直対戦チームの女子優勝チームも含め、各部門のどのチームも想像以上の強さで驚かされましたが、有楽町ユナイテッド AP も想像以上のプレーを何度も見せていただき、一進一退となる白熱した試合を見ることができ、自分はとても胸にグッとくるものがありましたし、大会側からのオファー目的であるリスナーと一緒にホンダカップを盛り上げてくんないということは、無事達成することはできたのではと思いました。最後になりますが、あの、ガチ最高な空間を共有できたことは一生忘れませんし、あの瞬間こそビューティフルヒューマンライフだったと思います。本当にありがとうございました。そしてお疲れ様でした。助かったね。ビューティフルヒューマンライフの処理の仕方分かんなかったから。俺も全然分かんねえ。スペシャルウィークさすがだな。そうだね。あの空間でみんなでいられたことを共有できたことが、美しい俺たちのね、ビューティフルヒューマンライフ。あぶねえ。だったんだよって言ってくれた。うん、でも、ほんと、そう。ね。そう思う。そうですね。盛り上がったもんな、完全に。ね、うん。うん、いやー、うん、よかったですね、これね、うん、嬉しいですね、そういうお話も、うん、さあさあ、まあまあね、うん、ということで、うん、こういうご意見もいただいて、まあ大盛り上がりで、はい、イベントの方もね大成功ということで、うん、ですがね、はい、これ我々が盛り上がってるだけではしょうがないんですよ、うん、まあそうか、これね大事なのは、うん、クライアントがなんていうか、うん、上がそれ大事ですよ、本当に、ね、はい、そこでね、当日、うん、試合終了後、うん、聞いちゃいました、うん、この企画の大ボス、うん、フィクサー、うん、黒幕、うん、ホンダカップ事務局のトップの清澤さんにどうだったかということを伺っております、うん、はい、そちらの音源をお聞きください、はい、ということで、うん、ホンダカップ事務局のトップであられます、清澤さんにお越しいただきました。あ、どうも今日は本当に ありがとうございました。お疲れ様でした。いや、ありがとうございます、お世話になりまして、うん、我々の試合見ていただけましたか？
いやもちろんずっと、はい、率直にいかがでした、はい、いや素晴らしかったですね。あとですね、まあ、正直言いましてここまで皆さんが、はい、お上手で素晴らしい試合をなさるとは思わなかったと言ったら失礼なんですけどね、非常に試合としてもですね本当素晴らしい試合だったというふうに思います。ありがたいですね、はい、では、うん、聞かせていただきたいのですが、我々アルコ&ピースのオールナイトニッポン、このホンダカップを盛り上げることはできたでしょうか。いやもちろんですね、これだけ毎回ね非常に盛り上げていただいて、まずチームを作っていただいて、うん、チーム名も作っていただいて、はい、ユニフォームを作って、うん、もう非常にですねこの素晴らしい展開で、ね、本当にお二人にお願いしてよかったなと、はい、今ですね、つくづく思っておりますし、まあ、来年以降もどんどんこれ大きくしていきたいなという中でね、はい、またぜひね皆さんとご一緒できればなと。ここで私が勝手に言ってしまっちゃいけないこともある。出たらみんな仕事決まったぞいやでも本当それぐらいですね非常に盛り上げていただいて感謝してます。本当ありがとうございました。はい、素晴らしいですね。高評価ですよ。本当に嬉しいわこれね。え黒幕おいしょってことでミッションコンプリートすごい。いや素晴らしい、素晴らしい、ようやくね、え素晴らしい終わり方でしたね。だからこれ言ったらもうリスナーと共に作り上げて、うん、育て上げて、うん、そして成功させた企画ですから。そうですね、ぜひまたやる機会って本当やりたいですね。これ超良かったよ本当。今大ボスも、うん、来年も、ね、みたいな感じで言いかけてちょっと保険打ってましたから、うん、いやまあまあで、まあ、僕がねそんなに言えることではないですがっていうこれね来年もありますよ。ありますかね、この勢いですと。ぜひやりたいですわ。はいはい、ということで、はい、今年のホンダカップのコーナーはこれにて試合終了。終了。じゃあ最後にみんなでいっちゃいますか。みんなでいっちゃいますか。巻き起こせ、せーの、ジャイアントキリング。また来年お会いしましょう。アルコ&ピースのオールナイトニッポン。アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です、はい、今日はリスナーと一緒に作ったアルピー夏祭りを開催しています。すごいですね、はい、うん、番組の予算で購入した有楽町の土地でリスナーと一緒に作った夏祭り、宿題とかね嫌なことは後回しにして、うん、みんなで遊んじゃいましょうよと、はい、いうことで、さてこの夏祭りがどんな様子なのでしょうか。リスナーからの報告メール来てますかね。これも夏祭りの外でやってる音ですか、はい、ここまで聞こえんの。うん、ここ見えてる、ほら見てみ、ここから見えてるから、ホテル、うん、ビルが、ほらそこの土地で、えあいやビルね、ほら赤い提灯の光がぼやっと、いいね夏の感じがあるね。あ、メール来てますよ。ラジオネーム浜くん。夏祭りか、おじいちゃんが盆踊り踊ってる周りでちょこちょこ動き回って、よく1000円やるから美味しいもん買ってこいって言われたっけな。あれから10年、思春期を迎えてからはほとんど話さなくなったのが心残りかな。はあ、さて久しぶりに夏祭り行ってくるかな。おいでよ浜くん。浜くんもう始まってるよ祭り。しっぽりしてんな。みんなの輪に入りなよ。続きましてラジオネーム落合のダッチワイフ。間違えて意気揚々と迷い込んできたヤンキーがリスナーたちに今まで味わったことがないタイプのいじりを食らってます。えヤンキーは待てってしか言えてないです。いやうわネチネチ系の。そっか、こいつら味わったことねえもんな多分な。ヤンキーはあの感じのラジオ系のいじりの感じ。なんだこれ。さぞかし面白いんでしょうな。あ、メール来てますね。宮城県ラジオネームこう。カセ量やべえよ。さっきマー君来てスプリットで股間直撃。やべえじゃん。なんかいろんな穴からいろいろ出ちゃっててやばいよ。公式の野球ボールじゃなくてせめてバレーボールとかにしてあげてよ。マー君のスプリットやべえから。やべえな。マー君も来てんのかよ。すげえな。
ラジオネーム幸せあんこ、みんなツボカルビアで小銭が足りなくなったんだけど、僕私小銭を両替してもいいよって人いない？あ、そうか、バックナンバーやれや自分で事前に準備しろや小銭ぐらい。それぐらいはしてほしかったですけどね。あ、呼びかけですね。今度あいつら万札しか持ってねえのか。続きましてラジオネームペリー黒船、やばいよ平子さん、射的にさ、プライベートライアンに出てくる鬼やべえ狙撃手がやってきて、もう商売上がったりですわ。やべえじゃん。なんだよ、プライベートライアンの狙撃手はやべえじゃん。プロじゃん、プロ来てんじゃん。山田勝美さんガンガンそり立つ壁のとこで取れられちゃってる。一撃じゃん、一撃。もうすごいな、でも盛り上がってるな。大阪府ラジオネーム海抜73メートル、まずいです、財布落としました、やば、ラジオで探すよう呼びかけてもらえませんか。もし見つからなかったら明日の早朝に落ちてる小銭拾いに行きます。落としちゃったんだ。でもあるあるだな、夏祭り、うん、チャリカギと ね、チャリカギがよく落ちてもね、小さい鈴ついてる、うん、あの呼びかけんだよな、ジジイが。少年会のちょっと呼びかけようか。あ、ちょっとね、ですね、海抜73メートルさんが、こちらの敷地内でお財布を落としたようです。お財布を落としたようです。もしお財布の方を拾いましたら、こちら本部の方まで、届けていただけるとありがたいです。皆様よろしくお願いいたします。はい、呼びかけましたから。じゃんじゃん来ちゃうな、この呼びかけ。いやいや、1個だけ、1個、1個だから、じゃんじゃん来るってことないよ。それそうだな、なんかテーマから。いやいや、本当に落としてる、本当に落としてるから。続きまして群馬県ラジオネームマルガリマルゲリータ、マッスルミュージカルの人たちに宇宙のスーパーパワーが集中し、劇的な速さでパンプアップが加速していきます。やーのキレが半端ないです。やべえ、混ざっちゃった、やば、そんなことあるんすか。マッスルミュージカルの人たちに宇宙のスーパーパワー集まったらやべえだろう。やーじゃねえよ。愛媛県ラジオネームミッキー高野夫、泣いた、マッスルミュージカル最高、スタンドバイミードラえもんもこれくらい泣けるんじゃね。いやそうだよ、俺この映画の俺予告編だけでもう、あ、これやべえってなったもん。あれやべえよ、 マジっすか、あの映画マジで。今日バカっすね。すげえバカだな。いい感じのバカになってるよ。ラジオネーム子供スターね、えバックナンバーの3人がツボ漬けカルビ全然売れねえっつって軍手を外したよ、叱ろうよ。おい、いや売れねえじゃねえよ、企業努力よそこは。ねえ、売れさなあ、小銭も用意してないしなあ、それお釣りねえところに持ってこねえだろ、ね、みんな。ダメだな、バックナンバー両替してこいや、うん、3人だから2人で両替してこいよ、1人店番やれ。バカ野郎、甘えてんだよ。厳しいな、バックナンバーに。北海道ラジオネームバスケットカウント、平子さん、つぼ漬けカルビアなんですけど、バックナンバーが俺に仕事を押し付けてストラックアウトやりに行ってます。エロい大根みたいな飴細工のお店早く行きたいよ。バックナンバー何やってんだよ。なんなんバックナンバー、仕事しろよ。全然ダメじゃん、ふざけんなよ。ちょっとしっかり調子いいよね。ああ結構ちゃんとしてくる。つぼ漬けカルビがやっぱちょっと、いやほんと肝になってくるよ。ね、肝になるよね。肝にはどうなるかどうか知らない。カルビだからね。ああバックナンバーちゃんと働いてね。引き続きあなたからのメールをお待ちしております。メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。ピースのオールナイトニッポン、家族。我々アルコ&ピースはリスナーのことを浴衣の帯にセンスを突っ込むタイプのやつだと思ってます。家族ね、家族。僕平子はお父ちゃん、酒井は兄ちゃん、
そう思って接してもらいたい。このコーナーでは家族の君から本当の家族には言えない君の日常を送ってもらっています、はい、では参りましょう、ラジオネーム大黒柱オレオ。お父ちゃん兄ちゃん聞いてほしいことがあるんだ。平子。さあ始まりました今年の27時間テレビ。酒井。いやー、いろんな大人がたくさんいますね。おととし去年と3年連続、今年もアルコ&ピースでよろしくお願いします。4時間後。平子。これ言っていいのかな。実はね、3人いたんですよアルコ&ピースって。酒井。そうそう、辞めるときにそいつの家集まってね。5時間後。酒井。ちょっと待ってくださいよさんまさん。平子。そうですよ、僕たち解散なんかしませんって。火薬田さんにアルコ&ピースって書かれた爆弾破裂させるのやめさせてよ。6時間後。平子。うわー、この時間2人だけのトーク。え、ちょっと待って、オープニングはすげー昔に感じる。酒井。うわー、ほんとだ。平子ファンの方々、ちょっとごめんなさい。この時間名古屋のレギュラーがどうしても外せないらしくて、ここから酒井一人でお送りします。でも気になるんで外からの様子だけつないでもらいましょう。名古屋のイタリアン冷やし中華、イタリアン冷やし中華。誰がわかんないよ名古屋港の子は。8時間後。というわけで今年の27時間テレビもここまでというわけなんですね。酒井。今年も最後は1時間漫才を皆さんに見てもらえて、僕たちの集大成が見せられたことだと思います。本当にありがとうございました。売れたなぁ。売れたなぁ。すげえ、なんかここまで売れると麻痺しちゃうからね、うん、なんか今までの自分がこう歩んできた、うん、ね、足跡とかもう一回見直す時期だよね、うんうん、ここまで来たんだなっていう実感を持ちながら。実は3人でやってたんだアルコ&ピース、すげえな。今この立ち位置のラインで言った時のサプライズ感のなさ。反応のなさ。ああああそうだから。ああ、東京都ラジオネーム浜くん。お父ちゃん兄ちゃん聞いてほしいことがあるんだ。次回、東京探偵、うっかり八兵衛。あ、ごめんなさい、うっかり平八。第2話、平八の危機、来週もお楽しみに。この作品はフィクションであり、実在の人物、団体、事件などとは一切関係ありません。他にも、登場2分10秒、平八の登場シーンで、平八がラーメンをこぼしてしまうシーンがありますが、こぼしたラーメンは撮影後スタッフが美味しくいただきました。12分5秒平八が年上の犯人に向かっててめえというシーンがあります。ここで平八は敬語を使っておりませんが、撮影前に犯人役の方と挨拶を済ませており、合意の上での暴言となっております。36分6秒、秘書の愛子と平八がうっかりキスしてしまうシーンですが、実際はキスをしておりません。愛子役のアイドル、咲子さんファンの方、ご安心ください。51分3秒。エンディングで出演者全員が踊るシーンがありますが、犯人も笑顔で踊っているので、世界観が崩れてしまう可能性があると我々も懸念しておりますが、上司がどうしてもというので入れたシーンです。ご了承ください。最後に次回予告、平八の危機となっておりますが、最終的にはなんだかんだ助かりますのでご安心ください。言っちゃったよ。いや、これね、これ笑ってるけどね、まあ、まあね、5、6年はありえますよこんなん。今でもちょっとこんなに近いものもあるから ね。いや、本当そうよ、うん、恐ろしいね、そう考えるとね。ちょっとゾッとするなこれ。続きまして、千葉県ラジオネーム得意技はパンチ。お父ちゃん兄ちゃん
聞いてほしいことがあるんだ。冷たくて気持ちいい。海来てよかったね。ワンピースの裾を両手で持ち上げ、くるぶしまで波に浸かり歓声を上げてみる。彼の目に映るのは波と戯れるピュアな女。おお、見てる見てる、いつもよりキラキラと輝いてるよみたいな顔しとるわ。ま、そう見せてんだけどな。演技だよバカ、早くバッグ買いに連れて行けや。見て、こうやってすると波の音が聞こえるよ。貝殻を耳に当てる女、どう、こういうの好きじゃねえお前バカだし。弾いてる、やりすぎた私。はい、写メ撮ってる、思い出にしようとしてる、バッグ買ったら振られるのに。バカだなお前、気づけよ、金目当てで付き合ってんの、そろそろ戻ろうかって言えよ。銀座行くぞ、ほら。そろそろ車戻ろうか。はい、来た。その前に、耳の中には蝸牛という渦巻き状の器官があるんだ。その中には体液が入っていて常に揺れ動いてるんだけど、あ、音の振動をキャッチするためにね。だから君にもわかるように噛み砕いて言うと、貝殻を耳に当てることで振動が貝殻に反響し、自分の耳に聞こえるという仕組み。簡単に言うとね、難しく言ってもわからないだろうから、だから別に貝殻じゃなくても波の音は聞こえるわけ。貝殻と波の音ってロマンチックでリンクしてるようだけど関係ないから。それ子供の発想。別にコップや空き缶でも聞こえるよ。実際に試してみればわかると思います。はっきり言って物知らないよね、ユミって。勉強してこなかったでしょ。勉強してるやつバカにして生きてきたでしょ。でも、今日の君、可愛いよ。こいつ、面白いじゃん。よかったのね。結果ね。そうだね。おお、すげえ、俺これ1話目のドラマ見るわ。見るな。おお、引き込まれるな。おお。ラジオネーム、股関節痛。お父ちゃん、兄ちゃん、聞いてほしいことがあるんだ。失礼します。私、今日からこちらの太田プロのアイドル部門に所属させてもらうものです。よろしくお願いします。ああ、君がそうなの。よろしくね。早速だけど、これからうちのタレントとしてやっていく上で、一人前のアイドル、芸能人、そして女性になるために守ってほしい禁止事項がある。まず、異性との恋愛禁止。スウェットの上からのペッティングのみ OK。プライベートブログ、男とのプリクラ、ハメ撮り流出の鬼の三コンボで活動自体禁止。中田康隆にプロデュースされるの禁止。ヒャダインならギリ OK。トマト鍋の締めはうどん禁止。握手会で客の両手を溶かした鉛で消毒させるの禁止。長めの海外旅行から帰ってきたら顔がだいぶ変わってるの禁止。LINE や Twitter のプロフィール文が自分でも意味理解していない英語の一文なの禁止。フルーツグラノーラにもわさび醤油をかけていただくという貝原雄山イズム禁止。首筋にイノシシの油を塗って虫よけにするの禁止。童貞を全員方形だと思い込むの禁止。流行りのトレンドだと思うの禁止。あ、ごめんなさい。アナルの中で、アナルの中で、クジャクを飼うことを、今流行りのトレンドだと思うの禁止。以上の規則を守るように。わかったね。すいません。やっぱ、オスカー行きます。アナルのクジャクは飛ばしてよかったよ、お前。これ地味に一番最初のスウェットの上からのペッティング OK はこれ水分全部取られるやつだな。口の中の。素材がね。オータプロ厳しいな。ハードル高い。
はい、ということでこのコーナーでは家族のあなたからのメールを募集しております。メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。懸命に家族と書いていただけると助かります。メールの入り口はお父ちゃん兄ちゃん聞いてほしいことがあるんだでお願いします。アルコ&ピースの酒井健太です。平子ゆうきです、今日はリスナーのみんなと一緒に作ったアルピー夏祭りを開催しています。番組予算のおよそ200年分を前借りして購入した有楽町の土地でリスナーと一緒に作った夏祭り、大丈夫ですか？楽しそうですね。生きてー遠巻きにね、我々まだ見てるだけですからね。さて、どんな様子なんでしょうか。北海道ラジオネームバスケットカウント。スタッフから連絡です。壺漬けカルビの壺は返却しなくても大丈夫です。持って帰ってその壺にせんべいとか入れてください。ラムネ的なね。なんでバスケットカウント働かしてんだよ。バックナンバー働けよ。全然働かないですね、あいつ。ダメだな。俺ちょっと前にボーカルのよりと飲んだんだよ。何やってんだよ。働けよ。言っといてくださいよ。あ、ちょっと言っとくわ。よりさん許せねえな。ラジオネームはんぺん侍。大変です。バックナンバーが壺漬けカルビと窪塚洋介ってなんとなく似てるよなって、どうでもいいこと言ってます。どうでもいいな。ふざけんなよ。サボってんな完全に。何やってんだよ。なんだこれ。本当に言ったのかこれ。これ本当に言ってんだ多分な。いや本当には俺言うわ。いや言ったらなん、え、なんすかってなりますよ本当に言ったら。それはって言うよ俺。いこっちが強気に出るだけだよ。リスナーからさ届いてんだよって言って、神奈川県ラジオネーム川崎フラペチーノ。お財布落ちてましたよ。え、革製で十字架がついてて横にチェーンが垂れてる、このクソダセー財布で合ってますか。いや、もう一回やり取りすんなよ。これ、あ、先ほどね、あのラジオネーム海抜73メートルが財布落としたんで呼びかけてください。これでいいのかな。そうなるじゃん。これだろう。これだよ。ああ、これだ。あれ、あ、京都府ラジオネームういろ。アメリカの国旗が書かれた財布拾ったんですが、これって海抜73メートルさんの財布ですかね。あれ、どっちなの。え、いっぱいこれ、あれ、これ一緒のやつなのかな。あ、革製で十字架ついてて、うん、アメリカの国旗書かれた横にチェーンが垂れてるクソダセー財布なのかな。だったらアメリカの国旗まず入れるだろ。マジックテープの。愛媛県ラジオネームミッキー高野夫。財布ってこれ、おにぎりせんべいのキャラが書いてあるやつ。全然違うやつ来たじゃん。おにぎりせんべいのキャラ。どれなの。どれ、いっぱい財布落ちてんじゃん。なんなの。なんでこんな財布落ちてんだ。そう、祭り会場。の反応が聞きたいよね。ラジオネームキラリレコーズ。大変です。反り立つ壁を越えてファーストステージを山田が突破してセカンドステージに挑戦してます。完全制覇なるか。あれ、そっちの期待だ。行っちゃってんだ。行っちゃってる。なかなか当たらずにかいくぐって。プライベートライアンのねえ、狙撃手。これもしかすると、うん、セカンドの最後のファイナルステージゴール直前で狙い撃ちするんだよ。立ち悪いよこいつ。一番立ち悪いよそれ。生かしてやってよ。祈願だから。いやもう財布落ちてるわ、うん。続きましてラジオネーム気まぐれ砂吹き。海抜73メートルさんの財布、うん、プライベートライアンの狙撃手が持って行きました。何やってんだよ狙撃手。財布拾って行っちゃったから山田勝美さんもファーストステージクリアしちゃった。そっか。遊ぼうとしてんのか、もう楽しもうとしてんのか。繋がるもんだな。そうか。メールってそういうことか。うわ、そっかそっか。神奈川県ラジオネームハムマル。祭り最高、うん。大手を振るって夏祭りを楽しんだのは今夜が初めてでした、うん、アルピー最高、リスナー最高、うん、
帰りたくなさすぎて勃起してきた。そんだけ楽しんじゃってんのか、ね、夏祭りにちょっとエロい感じも ねありますからね、山形県ラジオネームベネットは静かに暮らしたい。平子さん、坂井さん、この祭り最高だよ。俺が味わい損ねた青春ってこれだったのか。そう言ってもらえたらありがたいね。確かに、ね、満喫してくれてるわけですけども、うん、さあさあ、うん、そして皆さんも楽しんでいただけてるアルピー夏祭りをやってきたわけなんですが、ね、うん、坂井どう？そうですね、まあ結構集まったんじゃないですか。うんうん、うん、これ足りそうか。まあ十分でしょう。ああそうそう、うん、うん、ここでお祭りに集まってくれた皆様にいいニュースと悪いニュースがあります。どっちから聞きたい？嫌なことは後回しにしましょうよ。うん、そうだな、うん、じゃあまずはいいニュースから、うん、集まってくれた皆さんのおかげでラジオ神の怒りを鎮めることができそうです。やったね、盛り上がったし。うん、で悪いニュースなんだけど、お前らには生贄になっていただきます。ダメダメ、逃げようとしても無駄だからね。出入り口は封鎖しております。もう散々楽しんだんだから、今さら帰りたいって言っていっても後の祭りだよ。さあ儀式を始めようか。アルコ&ピースのオールナイトニッポン。アルコ&ピースのオールナイトニッポン。この番組は東京中田区有楽町日本放送をキーステーションに全国36局ネットでお送りしました。はい、あっという間ですが、そろそろお別れの時間でございます。はい、平子ちなんか夏祭り行く予定ある？うん、僕は明日からね、うん、一泊だけだけど地元に帰るんですよ。お、小名浜。うん、あら、このお休みいただきまして、ちょうど明日がね、小名浜の花火大会。いや、綺麗でいいもんね、夏っぽくなるよね。本当に 7,8 年ぶりに行けるんですよ。毎年行ってたのも、本当にいいやつじゃん。そう、ワクワクしてる。あ、そうなんですか。ねえ、僕、うん、明日、おツッコケ3人組でロックインジャパン行ってきて、あらまあ、お祭りで、やべえやべえ、夏祭りで、はい、リスナーの皆さんの夏祭りは散々なものとなりましたが、しょうがない、皆さん浮かれすぎだから、うん、しょうがないですよね。まあ、畑のどうなるかっていうのもちょっと楽しみですけど。あ、なるほどね、はい、そうですね、ね、はい、楽しみですね。うん、さあ、うん、ここでちょっとねお知らせをさせていただきたいと思います。今年の夏も映画館で映画を見よう。さあ、はい、映画館に行こう実行委員会というのがございまして、ただいま夏のキャンペーンサマシネを実施しております。対象作品の映画の半券2枚をハガキに貼って応募すると、抽選でプライスレスな体験や商品が当たるプライスレスキャンペーン中でございます。はい、こちらね、ハリウッドスターに会えるチャンスや日本アカデミー賞受賞式パーティーにご招待など、まさに世界に一つだけのプライスレスなプレゼント企画が満載で、はい、日本放送のこちらオールナイトニッポンもこのプライスレスキャンペーンに参加しております。すげえ。なんとオールナイトニッポン生放送スタジオ見学などプライスレスなプレゼントをご用意しております。超すげえ。こちら詳しくはオールナイトニッポンの番組ホームページからサマシネのバナーをクリックしてみてください。すごいっすね、これ。お願いいたします。はい、さあメールの方来てますね。ラジオネームパクチー。そんなラジオ神の怒りを鎮めるための生贄だったなんてね。だが俺たちが犠牲になることでラジオの平和が保てるなら本望。何でも乗っかるね。泥だろうが何だろうが、でもしがみついてくれよ。すごかったっす ね、 ね、終わり方もホラーな感じで。夏だしね。そうですね、ちょっとゾッとしていただきましたよ。そういうのもいいですね。あ、バックナンバーお疲れ、ありがとうね。いねえよ。一番怖いわ。チョコ食ってていいよ。
番組ではあなたからのメールを募集しております。コーナーは元気いっぱい酒井ちゃん家族アルコ&ピースの1週間、詳しくは番組のホームページをチェックしてみてください。あとただ文字を羅列しているだけの番組の携帯サイトも、そういうのが好きな人はぜひ、あと ポッドキャストもやってるので興味がある方はぜひ、はい、はい、いや夏祭りね、うん、まあ、比較的僕らもそうだけどね、夏祭りってちょっとね、うん、いや、やっぱそのイメージありますもんね、ちょっと怖いイメージあるもんな、うん、やっぱり、うん、今年はさ、うん、今日境にみんなで一歩踏み出してみない、うん、みんなで夏祭り行ってみようよ。そうだねこいつら一体どうなんだろうな。いや、みんなこの、ね、メールの、ね、届き方 この内容を見ててね、ちょっとやっぱ夏祭りに対するフラストレーションみたいなちょっと感じるのやっぱり。いや、そうだよね、うん、本当に羽伸ばして楽しんではいないからね、今まで多分この人たちは、うんうん、大丈夫安全な国だから悪さにも限界あるから。そうだね、うん、みんなにもね夏を満喫してほしいと思います。ぜひ本当皆さん行ってください ね夏祭り、ね、こんなイベントマジでできたら面白いけどね。いや、やりたいよね。え、ねえ、うん、秋祭りなんかでも OK なわけですからね。別にちょっと涼しい感じでね、うん、それもまたいいですしね、うん、本当にみんなで横笛でピーヒャラやりながらただ輪になって踊るだけのね本当に宇宙のスーパーパワーが集まるような警察来るだろうな何やってるんですか。このパラボラアンテナは何なの。宇宙のスーパーパワーで。それだけ、それだけダメだ。一回バラでお話だけ聞かせて夏楽しんでくださいね。はい、ここまでのお相手はアルコ&ピースの酒井健太と平子ゆきでした。夜満天の星また時の中で訪れた人生。